鼻の周りは皮脂がたまりやすいので、何度か繰り返し拭くことが重要。皆さんこんにちは、かなです。前回の動画ではクレアスのロングセラー商品である2つのトナーについてご紹介してみたんですが、いかがでしたでしょうか。まだ動画をチェックしていない方はこちらからぜひチェックしてみてください。それでは早速今日の動画のテーマなんですが、まず皆さんに質問があるんですけど、皆さんは化粧水を使うとき手を使いますか、またはコットンを使いますか。コットンを使うと答えた方、なぜコットンを使うのか正確に理解してますか？そこで今回は拭き取り用化粧水について、そして拭き取り用化粧水の正しい使い方について皆さんにレクチャーしていきたいと思います。それでは早速ゴーゴー。まず化粧水は大きく分けて2つの目的で使われます。1つ目はクレンジングの仕上げとして、化粧水を染み込ませたコットンで肌を拭き取ってあげることによって、洗顔後も肌に残ってしまったクレンジングの残りや老廃物、ホコリ等を取り除いて肌のキメを整えるために使われます。そして2つ目は洗顔後に失われてしまう水分を供給する保湿膜を作るために使われます。例えば洗顔後に肌が突っ張ったりすることってないですか？私たちの肌は洗顔後すぐに水分が蒸発してしまうため、素早く水分を供給して保湿膜を作るために化粧水が使われます。次に拭き取り化粧水を使用する際のポイントについてご紹介していきます。まず拭き取り用化粧水はほとんどの肌タイプの方が使用することができるんですけど、その中でも皮脂の分泌が多いオイリー肌や角質の管理が必要な肌へより効果があるんですけど、敏感肌の方は朝拭き取り化粧水の使用は控えてクレンジングに集中してください。そして外出後夜にクレンジング後拭き取り化粧水を使うことをおすすめします。2つ目は鼻の周りは皮脂がたまりやすいので、何度か繰り返し拭き取ることがポイントです。ですが鼻の周りは毛細血管が多い場所なので、刺激を与えすぎないように注意してください。3つ目は化粧水を十分にコットンに含ませて内側から外側に向かって拭き取ってください。4つ目は肌とコットンの摩擦を最小化することです。そのためにも肌へ低刺激なコットンを使うことが重要です。ちなみにコットンの選び方なんですけど、今回はこちらのコットンを少し紹介してみたいと思います。こちらはガーゼのような模様になっていて、こちらは一般的なコットンの模様です。なのでこちらのガーゼのような素材で角質ケアをしてあげて、そして反対側で保湿をしてあげるというふうに分けて使うこともできます。で、必ずしもこちらの面で角質ケアをする必要はないので、肌が敏感な方はこちらの面を使って角質ケアをして保湿をしてあげても大丈夫です。で、私たちの肌は真皮、表皮、角質層で成り立っていて、その中でも角質層は私たちの肌の一番外側にある部分なんですけど、角質ケアをしっかりしないと肌に角質が溜まってしまって化粧がよれてしまったり、洗顔後角質が目立ってしまったりするんです。なので周期的な角質ケアが重要になってきます。代表的な角質除去成分には AHA や BHA があります。 AHA の代表的な成分はグリコール酸、クエン酸、マンデル酸などがあり、 BHA の代表的な成分にはサリチル酸があります。そこで今日ご紹介するアイテムはじゃじゃん、こちらのバイウィッシュトレンドのマンデル酸 5% スキンプレップウォーターです。マンデル酸は AHA 成分の一つなんですが、他の AHA 成分とは違い粒子が大きいため肌への刺激が少ないのがポイントです。なので敏感肌の方も安心して使える低刺激な拭き取り用化粧水です。それでは早速拭き取り化粧水の正しい使い方をお見せします。
今日は拭き取り化粧水についてご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。もちろん無理な角質除去は肌へダメージを与えてしまう可能性があることを忘れないでくださいね。日頃から正しい角質ケアをすることでつるっとした肌を保つことができ、また化粧のれも良くなります。皆さんも今回の動画を参考にしてベストな肌を作ってみてくださいね。それでは今日の動画はここまでです。動画が参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。バイバーイ。